朝鮮人諸君は祖国を日本帝国の植民地にされ流浪の民となり強制連行等で今日に至っている。低賃金に搾取され疲れた労働者諸君の明日への力を生み出すのである。ここには日本政府の朝鮮人に対する無責任と無策が結果しているのであります。そんなまあ武装してたんぜ。裁判長、明らかに武装していて朝鮮人を暴徒扱いであろう。5등은차의아조선의독립국인과조선인이자주민임을선언하노라。금일5인의조선독립은조선인으로하여금정당한생명을숙회하는동시에일본으로하여금사로로서출하여동양지지자인중책을전개하는것이며2000만조선민주도16억만인류의幸福についてかたろうと思う。15円ご実践、言ってみろ。刺されたその男は兵隊の尋問があまりに突飛なのでその意味がなかなかつかめず。15円ご実践、15円ご実践と何度も心の中で繰り返してみた。そしてあの尋問の意味がようやく飲み込めた。ああ、もしその印番点が朝鮮人だったら、そして15円50銭を中古円50銭と発音したならば、その場からすぐ引き立てられていったであろう。国を奪われ、言葉を奪われ、最後に命まで奪われた朝鮮の犠牲者よ。僕はその数を数えることはできぬ。지금도후세와그의동지들이희생자의유해를찾기위해봤던아라카와하천부지에서는추도집회가열리고있다。被告人の陳述を許します。暴虐なる日本の権力階級よ、何じらが俺たち諸村の民衆に対して行った暴力と残虐の数々を思い出してみよう。俺たちは何じら権力階級の暴虐と悪魔のようなやり口を限りなく呪うぞ。何じらは俺たちの祖国諸村の併合が誤り立ったことを間もなく悟るであろう。主文のごとく判決する。万歳。裁判長、ご苦労様。僕の体は君らの好きにすればいい。でも魂はそうはいかない。공산면사건은권력을등에업고만행을되풀이하던동양척식회사를상대로농민들이토지반환을요구한사건이었다。뭐먹고사는거예요？먹고사는거예요？먹고사는거예요？그치？사는거예요？사는거예요？먹고사는거예요？애들이먹고사는거예요？다들줘야돼요？다들줘야돼요？이소동을선동했다는이유로후세는징계재판에회부된다。この裁判は歴史の変革期に直面した支配階級が労働者、農民側の弁護士の合法的活動を圧迫するために企んだものであります。判決の見通しは当面の問題ではないのです。起訴された弁護士が法律的に、いや人間的に余すところなく戦うかどうかということが歴史に影響するのであります。裁判長、日本の未来がかかっているのです。1937년교토대학에서반전운동을하던후세모리오는교토니시진경찰서에의해검거됐다。
끔찍한 고문을 받으면서 약 2년간 구금당했다. 옥중에서 모리오가 읊은 시. 아르이우베 아가 이모토 이사카이 아내가 와노 시소오 이우니 父 오사나키오 아라우 요아키코가 하네 기즈츠키테 가에리콤 이에 마모리 하하가 와오 마치오르니. 후세는 많은 사건의 변호인으로 참여하면서 집회에도 적극적으로 참석하고 활동을 계속했다. 그것은 바로 산다면 민중과 함께를 구현한 것이었다. 그러나 1953년 봄, 후세는 위암으로 병상에 누웠다. 학대받는 자, 약자의 입장에 서서 인간으로서의 권리와 존엄을 지키기 위해 민중과 함께 투쟁했던 변호사 후세 타스지. 世の中に 一人だって見殺しにされていい人類がないと同時に、正しい文化には一人だって置き去りにされていい人類がいないのだ。